金杉英五郎、金杉英五郎、昭和17年1月26日は、日本の医学者、政治家、衆議院議員、貴族院直選議員、下宇佐国香取郡古城村の名主、金杉洋衛門の子として生まれる。おじで、内務省書記官を務めていた、金杉久氏の養子となる。東京帝国大学医科大学にて医学を学んだ後、ドイツへ留学。その後、 1892年に、高木金弘経営の東京病院にて勤務をする、傍ら、東京事経院医学校にて、講義を行う。後に、東京事経院医学校が、大学令に基づき、大学に昇格した際、東京事経会医科大学の初大学長となった。自備院校科という専門家を創設した人物として、知られ、本邦にお手首めて自備院校科を、解説したルハ本院。 にしてその第一回部長、タルハ賞に不詳なりという書も残しており、東京自備ンコ科学会の創設者でもある。内科系、外科系に分かれていた学問を自備ンコ科学としてまとめたのは、世界でも初めての試みであり、以来、数多くの意思を排出した。1917年4月、第13回衆議院議員総選挙で当選し、衆議院議員に一期在任。 1920年5月の第14回総選挙では時点で落選した。1922年2月2日、貴族院議員に直選され死去するまで在任した。ありがとうございます。